今日は小室圭についてジャーニーさんが話すみたい。私は室蘭に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっとユウたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。何かと世間を騒がせ続けた小室圭さんいるじゃない。いるね。結婚したわね、ついに。したね。相手は眞子様よ。だね。最初に婚約を発表されてからもう何年になる。苦労されたわよね、長い間。だね。よかったわ、無事に結婚できて。ああ。何を釣れない返事ばっかり。で、結局眞子様はどの小室さんと結婚したんだろう。え？小室さんって複数いるよね。僕の知ってるだけでも3人はいる。いやいや、何言ってるの？最初に世間に出てきた小室さん A、 ニューヨークでロン毛になってた小室さん B、 記者会見の小室さん C、 あの3人どう見ても別人だよね。秋篠宮様が最後まで結婚の障害だったみたいだけど、3人連れてこられたら反対もするよね。3人もいるわけないじゃない。あれは整形よ。有名人は替え玉がいて当たり前だけどね。ちなみに僕は今日 B タイプ。